本日の相談です。4度ほど指名をして遊んだお気に入りの風俗嬢から LINE で会いたいとか特別とか言われます。本気にするのはどうかと思いますが、とはいえ気になって仕方がありません。何かアドバイスをお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの佐々木まみです。チャンネル登録、ライクついた本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。私のチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方やサクッと恋愛知識を深めたい方に特にお勧めできる内容となってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お悩みの相談は男性専用の LINE アットの方にお願いします。ということで今回は、LINE で会いたいとか特別とか言われるけれど、それが色恋営業かどうかですよね。まあ、色恋営業っていうのは枕営業とか本家の営業って言ったりするんですけど、まあ、本命っぽく振る舞う営業ってことですよね。なので今回は色恋営業なのか、それとも本気であなたのことが好きなのかを見極める方法っていうのをご紹介しようと思います。ということで今日の目次はこんな感じです。あなたのことが好きな風俗嬢の態度、色恋営業の場合、色恋営業の見極め方ですね。では早速やっていきましょう。まずあなたのことが好きな風俗嬢の態度からご紹介しようと思います。一つ目、連絡先を渡してくる。これはこっちから教えてよとかですね、何とかして聞き出そうとしたとかではなくって、相手の女性の方から教えてきた場合ですね。しかもそれが、まあ、個人の営業用とかじゃなくって、本当の個人的な LINE とかだったら、やっぱかなり脈ありの可能性が高いですね。特に夜の世界でお仕事されてる人っていうのは、自分のね、プライバシーの流出っていうのをめちゃくちゃ気にされる方が多いです。それはやっぱストーカー被害に遭うことが多いからですね。でもそれを本当にあなただけ特別なんだよっていうのを態度で表してくれるかどうかがかなり重要で、で、一番ですね、わかりやすく表してくれるとしたら、やっぱりプライベートなものをどれだけ見せてくれるかなのかなと思います。そして二つ目、帰る時に寂しそうにしている。まあこれもですね、あるあるですよね。まあ誰でもそうだと思うんですけど、好きな人と離れる時間っていうのは寂しいですね。でまあ特にですね、風俗で働いている人っていうのは、その男性が来てくれなくなったらそこで関係が終わってしまいますよね。なのでやっぱり帰る時は本当に心から寂しそうにしているっていうのが、あなたのことを好きな女性が取る態度かなと思います。まあ、寂しいとか言いつつ、別にそんなに寂しそうな素振りを見せないっていう場合は、まあ、言うてるだけの可能性が高いですね。そして3つ目、キラキラした瞳であなたの目をじっと見つめてくるです。よくね、もしかしてあの子あいつのこと好きなんかなとか、あの人あの子のこと好きなんちゃうっていうのがバレる人っていませんか？職場とかで噂になる人っていますよね。あの二人もしかしてできてんじゃないとか言われちゃうのってなんでだと思いますか？それはですね、瞳なんですね。人っていうのは好きな人に対してキラキラした瞳でじっと見つめてしまうっていうのがあるんですよ。これはね、無意識の行動なんですね。だからあなたのことキラキラした瞳でじっと見つめてくるっていう場合は脈ありの可能性が高い。そして4つ目が相談してくるですね。女性っていうのはこの人に気に入られたいとか好きになってほしいって思った時に、まあ女性というより人はですね、人っていうのは知ってほしいって思うんです。でどうするかっていうと、男性の場合は自分の自慢話を結構しちゃうんですね。まあそれがですね、間違ったアピールにはなるんですけど、とはいえ分かりやすいアピールですよね。で反対に女性はどうするかっていうと、相談をします。相談をすることで自分の秘密を打ち明けて仲良くなろうとするんですね。なので相手の風俗嬢の方から、まあ仕事に関することとかプライベートなことを相談されるっていう場合は、あなたに対してかなり心を開いているし信頼している証ですね。そして5つ目、彼女の方からプレゼントをくれるですね。まあ、こっちからプレゼントをすることはあっても、向こうからプレゼントくれるっていうのはかなり特別感がありますよね。それも買ったものとかじゃなくって、手作りのものとかだったら、やっぱりね、その時間っていうのをあなたのために使ってくれてます。なのでやっぱり本命の可能性が高いです。では次、色恋営業の場合ですね。それもご紹介しようと思います。1つ目、お金が絡まないと会えない。まあこれは分かりやすいですよね。なんやかんや言うてお店行かな会えへんとか、まあお店行かんと会えるけど同伴しかできないとか、まあ、ちょっと風俗で同伴やってるところ少ないんであれなんですけど、でも何かお金が絡まないと会えないっていう場合は、やっぱりですね、まあ色恋営業の可能性が高いかなと思います。そして2つ目、初めてとかあなただけとかやたら言ってくる場合ですね。
好きな人に対しても、まあ、それを言うことあるんですけど、過剰なまでにあなただけだよとか、あなたが初めてなんだよねっていうのを言ってくるっていう場合は、ちょっとですね、営業臭いなって思った方がいいですね。やっぱ初めてとかあなただけって言われたらめっちゃ嬉しいじゃないですか。このね、見分け方ってちょっと難しいんですけど、でもですね、なんか嘘臭いなって思う場合とか、あるいはまあ初めてって言ってるけど、でもその初めてって言ってるその言い方が言い慣れてる場合は、結構誰にでも言ってる可能性があります。なので初めてなのって言いつつ、まあ、例えば頬をあからめるとか、めっちゃ恥ずかしそうなですね、なんかそわそわした素振りをしているっていう場合は本当に言ってる可能性が高いかなと思います。そして3つ目が謎が多いですね。人って信用されたいとか好きになってほしいって思った時に、できるだけ自分のプライベートをですね、公開して信頼してもらいたいって思うんですね。だけどなんか謎が多いなとか、全く連絡取れない時間があるなとか、ちょっとよくわからないなっていう、そういうまあミステリアスな部分も魅力なんですけど、でもですね、特にまあその人気商売をしている人っていうのは誤解されたくないって思うんで、その謎をできるだけ少なくしようとするんですね。でもその謎を謎のままにしとくっていう場合は、ちょっとね、信頼するまでに時間をかけた方がいいかなと思います。そして次ですね、色恋営業かどうかを見極める方法ですね。これもご紹介しとこうと思うんですけど、やっぱり最終的に相手の女性からもうお店には来ないでって言われるかどうかで見極めるのがいいかなと思います。夜の世界で働いてる女性が本命の男性に対して、大体の場合もうお店には来ないでとか、うちのお店高いから、まあ、別に来なくていいよって、まあ、言う確率が高いですね。その後行くかどうかっていうのは相手の判断に委ねられるけれど、でもまあ来なくていいよって言われる場合が多いのかなと思います。それをですね、まあ、なかなか言わずにずっとですね、お店に来てお金を使ってとか、今月売り上げが少ないからちょっとお金使ってくれへんっていうのが頻繁にあるとかっていう場合は、まあ、ちょっと色恋営業の可能性高いかなと思います。ということでまとめです。今日はですね、色恋営業かどうかを見極める方法っていうのをご紹介しました。まず、あなたのことが好きな風俗嬢の態度。一つ目が連絡先を渡してくるんですね。そして二つ目、帰るときに寂しそうにしている。三つ目、キラキラした瞳であなたの目をじっと見つめてくる。四つ目、相談してくる。五つ目、彼女の方からプレゼントをくれるんですね。で、次、色恋営業の場合、一つ目、お金が絡まないと会えない。二つ目、初めてとか、あなただけとか、やたら言うてくる。三つ目、謎が多いんですね。で、次、色恋営業を見極める方法としては、お店に来ないでって言われるかどうか、またはね、そういうニュアンスを言われるかどうかで判断していただけたらなと思います。ということで、この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回はですね、まあ、騙されてないかどうかっていうのをね、見極める方法っていうのをご紹介したんですけど、とはいえっていうところなんですけど、まあ、なんかこんな内容書いといて何なんですけど、その配信しといてね、何なんですけど、結局、自分がその人に騙されてもいいって思うぐらい好きだったら、信じた方がいいっていうのもあるんですよね。だから、自分がその人に対してどう思ってるのかっていう部分を大事にしてもらって、で、その上で、まあ、その今回ね、内容の中で、本編の中でね、ご紹介したものを、まあ、参考にしていただくっていうのも一つ手かなと思います。だってまあ、騙されてもいいから、信じるっていうのは、信じた側に何の落ち度もないでしょ。それって騙す人が 100% 悪いのであって、まあ、もちろんね、損はするかもしれないけれど、自分にとって恥ずかしいことは何もないんだから、だからね、この人だと思った人を信じるっていうのは、一つ、その、人として、人のあり方として素敵なんじゃないかなというふうに思ったりもします。だからね、まあよかったらね、参考にしていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。